第8章無限の壁を越えろ。はい、ということで稲妻イレブン続き第8章からやっていきます。なあエンド、さっきどうしたんだ？なんかうなされたみたいだけど。前回どこだったっけ、フットボールフロンティア全国大会の1回戦突破したところだね。あ、戦国伊賀中だったっけ。なあさっきどうしたんだ？なんかうなされてたみたいだけど。アキちゃんもちょっと疲れてるみたい。大丈夫？昨日の帝国のことが気になってちょっと眠れなくなって。理事長もまだ目覚めないし、なんだかさ、心配だよ。昨日そんな顔すんなって。俺たちは次の試合も絶対に勝つ。そして目を覚ました理事長に喜んでもらおうぜ。な。遠藤くん、そうだね。今日も頑張って練習しようね。おい、お前たち練習に遅れるぞ。あ、大変、行きましょう、遠藤くん。さあ、部室に行ってみようと。はい。人脈ルートロック解除。はいはいはい。じゃあ、豪炎寺修也を連れて行けと。ってことで、秘伝書、今弱いやつしか持ってないんで、ちょっとさすがに強い技を習得しないとなっていうところで、まあ、秘伝書探しもやっていきたい。普通に買ったりとか。っていうのもあったり、まあ普通にメインストーリーも進めますと。はい、そしたら物質行ってみましょう。あ、遠藤先輩待ってました。早速ですが、悪いニュースといいニュース、どっちを先に聞きたいですか？じゃあちょっといいニュースってなんだ？ちょっといいニュース、2回戦の相手、千葉山中について。千葉山はずっと山奥の大自然にある学校。連携プレーがとっても得意で、特に彼らのディフェンスは無限の壁と呼ばれるほど完璧らしいんです。なんと1回戦での対戦相手は、千葉山の無限の壁のせいで1点も取れなかったらしいですよ。それのどこがいいニュースでやんすか？そして悪いニュースですが、帝国を破ったゼウス中についてです。ゼウス中。はい、我々新聞部も全力でゼウス中について調べているんですが、彼らの今までの試合結果やメンバーの経歴、とにかくあらゆるデータが全く存在しない。データがない。そんなことあり得るのか。いや、いくらゼウス中が大会に初出場のチームとはいえ、普通では考えにくい。もしかしたら誰かがわざとデータを隠しているのかもしれん。誰かって一体誰が。それにゼウス中なんて最初に配られたトーナメント表には載ってないんですよ。いや、そうだよね。そうだったよね。一体彼らが何者なのか、どこから現れたのか、もう謎だらけです。ゼウス中気になるわね。でもまあ、まずは千葉山中に勝つことが先ですね。ゼウス中については私が調査を続けます。だから皆さんはいっぱい練習して、無限の壁を絶対に打ち破ってくださいね。偉いね、春菜ちゃん。ゼウスに負けて入院している木戸くんが心配なはずなのに。ああ、そうだな。大人しも頑張ってるんだ。絶対に千葉山を倒すぞ。よし、みんな早速練習に行こうぜ。はい。グラウンドで練習しようと。夏美はいないよね。うん、さすがにいない。じゃあ、人脈ルートロックを解除してるんで、一旦それを見ていこうか。ここまで進める。はいはいはい。波村豊かボディ強いね。だんだん強い仲間が入手できるようになったのかな。これ人脈ルートロックがどこまで解除できて、こいつはどうだ。堀高彩助ガッツ、うん、塩崎レオ。さあ、そしてあとは これもっと下だな。あー、そこだ。こっちルートのこの先まで行ける。蛍原哲弘、コントロール41、なかなか良さそうだね。スタミナ44、
うん。ガッツ37。まあ、ちょっと差があんまわかんないけどな。実際覚える技とかも不明だからな。まあ、どっか調べりゃ出てくるんだろうけど。まあ、でもそんなとこか。ちょっと一旦やめとこう。で、まあ、練習するか。あ、なんだ。あ、皆様、ちょうどいいところに。なんだ。夏美様がどこにいるかご存知ありませんか？あなたは、雷門家の秘書さん。夏美なら今日見てませんけど、どうかしたんですか？実は、総一郎様のポケットからこのようなメモが見つかりまして。ほう。総一郎のメモ。すべての証拠は我が娘のもとにある。すべての証拠、一体何のことですか？私にもさっぱり、夏美様なら何かご存知かと思ったのですが、病院を出てからご自宅にも戻っていらっしゃらないようで、夏美がさらわれたんじゃねえか？私は総一郎様の付き添いのため病院に戻らなくてはなりません。夏美様を探してこのことを伝えてくれませんか？それでは。はいはいはい。何か引っかかる言葉だな。うーん、夏美のやつ学校には戻ってないのかな。とりあえずあいつの部屋まで行ってみよう。何か手がかりがあるかもしれないと。夏美の部屋って理事長室のなんか一角にあったっけ。まあ上だよね、普通に考えたら。ここのさらに上。こっちか、はい。大丈夫でしょうか、心配です。ってことは、いないってことやな。やっぱりここにも戻ってないみたいだな。本当どこ行ったんだ？あなたたち、夏美様探してるのね。そうなんだ。なんでもいいんだ。夏美が行きそうな場所に心当たりないか。昔、夏美様から聞いたことがあります。稲妻町で一番好きな場所はあの鉄塔だと。鉄塔か。鉄塔が？あいつもあそこが好きなんてなんとか意外だな。あの鉄塔は夏美様にとって思い出の場所。まだ幼い頃、理事長と亡くなった奥様の3人でよく夕日を見に行ったそうなんです。ほー。必ず夏美様を見つけてあげてください。あの方は人に弱さを見せるのを嫌う方です。でももしかしたらあなたなら、え、俺なら。まあ、とにかく他に当てもないんだろ。鉄塔行ってみようぜ。よし、じゃあ鉄塔行きます。はい、鉄塔に来ました。夏美いるじゃん。さらわれたかと思ったけどいるじゃねえか。あ、いた。エンド、ここから先はお前一人で行ってきな。俺たちここで待ってるぜ。夏美、おい待ってくれよ。こんなところで一人で泣いてちゃダメだ。泣いてないわよ。勝手なこと言わないでちょうだい。お前もここに来るのか。俺も悩みがあった時はよくここに来るんだ。ここは俺のじいちゃんもお気に入りの場所で。パパが死んじゃったらどうしよう。パパまでいなくなったら私今度こそ一人ぼっちになっちゃう。大丈夫、絶対に大丈夫だ。それに一人だなんて寂しいこと言うなよ。俺たちはお前の仲間だろ。お前は一人ぼっちなんかじゃない。遠藤君。そうだ、さっき理事長からの、理事長の秘書からメモを預かってきたんだ。夏美はメモを読んだ。すべての証拠は一体何のことかしら。夏美もわかんないか。理事長はお前に預けてるって言ってるんだろ。そう言われれば、2、3日前にお父様から預かった書類がある。中身は教えてくれなかったけど、自分にもしもの時があったこ、もしものことがあった時まで大事にしまっておきなさいって。きっとそれのことだ。そうね。そうと分かればこんなところでぐずぐずしていられない。早く行きましょう。あ、何よ。やっぱりさ、泣いてる時よりそうやって偉そうにしてる方がお前らしいや。な。うん、失礼ね。早くしないと置いてくれよ。夏美もいいキャラしとるな。はい、じゃあ夏美の部屋に、また戻りますと。さあ、戻ってきたぞ。ん？
これひどい。なんだ？ん？なんだ？あ、遠藤先輩。なんだこれ、部屋がめちゃくちゃじゃないか。申し訳ないであります。通報を受けて本館が来た時には、あれびっくり、すでにこのようにめちゃくちゃに荒らされたのであります。誰かこんなことを。もしかして理事長の書類を盗みに来たんじゃ。大丈夫よ、書類のある引き出しには鍵をかけておいたから。おう、あるか。それでは本物かどうか確認してみるであります。おい、警察、お前がキッドじゃねえのか？あ、違うか。逃げるだろ、こいつ。すまん、遅くなった。あ、鬼瓦さん。大丈夫、書類は無事でした。警官を手配してくれたのはあなただったのですね。いや、違うぞ。警官？誰だ、貴様。クックが全ての証拠、こんなところにあったとは。書類はいただいていく、さらばだ。キャッ、夏美。遠藤君、私のことはいいから早く追いかけて。あ、くそ、待て。犯人を捕まえろ。よし、じゃあ捕まえます。どうせ下でしょう。下に逃げました。外に出て行きました。これサッカー勝負になるのかな？東側に逃げました。アイテムだけもらっといて。お？入っていったのがここ？ん？体育館裏スラムから外に逃げていったぞ。こっから外出れるんだ。ああ、駄菓子屋付近。うわ、頼む、そいつ捕まえてくれ。おいや、これ偉いところに出くわしちまったずら。なんだこれが都会の犯罪ってやつか。どけガキども、邪魔だ。なんと失礼な人だべ。あんた、さては悪い人だっぺな。みんな捕まえるっぺよ。おうや。なんだ。どうだ、俺たち千葉山中の必殺技。お、無限の壁。来た。あのディフェンス全く隙がない。くそ、逃げられない。無駄だべ。俺たちの無限の壁は誰にも越えられないっぺよ。これあんたのだべ。はい、どうぞ。あ。総一郎の書類。よかったな。あ、ありがとう。いいべ、いいべ。困った時はお互い様っぺよ。どうもありがとう。俺、来門中のエンドって言うんだ。今度の試合よろしくな。あれ、あんた来門中の人かい。こりゃ敵チームに無限の壁見しちまったっぺね。天才のつもりが、じゃない。偵察のつもりが逆にバレちまったずらか。だからって無限の壁が越えられるわけねえんだ。心配いらないわい。そうじゃの。その通りずら。無限の壁は最強じゃ。だっぺだっぺ。じゃがやっぱり都会は物騒じゃの。さっさと先輩山に帰るっぺよ。それじゃまた試合でな、遠藤どん。ああ、またな。いいやつ。先輩山中のやつらの評価が上がるね。あのディフェンス、本当に超えられるのか？遠藤、どうしてお前、どうしてお前なんで笑ってんだ？なんかあいつらと試合できると思うとワクワクしてきたんだ。無限の壁か。よし、絶対超えてみせるぞ。まったく相変わらずだな、すぐうちのキャプテンは。キャッ、なんだ？すべての証拠を渡す任務成功。待て、掃除の書類を奪われた。何してんだよ。はい、でも書類がごめんなさい。お前のせいじゃないさ、油断していた俺たちが悪いんだ。まずは部室に報告に行こう。どうするかそこから考えよう。ほう。部室に。あれ？木戸くん？部室に行ってみようの前に、ここさ、駄菓子屋さ、確か秘伝書が売ってんだよ。そう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 、来た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 。ザ・ウォールがある。これ覚えたいなぁ。ターザンキック。あ、モンキーターンもある。コンドルダイブ。はい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 。青春ミサンガはスタミナが4アップ。守りはガードが4アップ。オッケーオッケーオッケー。ここでじゃあ新たな技を覚えられると。ザ・ウォールとかいいじゃんね。はい、そしたら部室に戻ります。
そう、結局書類は奪われてしまったのね。お父様一体何を伝えたかったのかしら。往生際が悪いぜ。さっさと入るんだ。ごめんなさい。あ、こいつさっきの犯人。監督が捕まえてきてくれたんですか。ありがとうございます。いや、礼を言うならわしではなくて、今日からライモンサッカー部に入る新メンバーに行ったってくれ。来たね、新メンバー。さあ入ってきな。お前は、ずいぶんと狭いな。これが本当に部室なのか。キド、キド優斗。お兄ちゃん、お兄ちゃんがライモン中の新メンバー。キド、どうしてここに。お前ゼウ中に負けて入院してるんじゃ。いや、それより新メンバーって。少しは落ち着け、遠藤守る。この俺が大怪我するほど鈍いとでも思ったのか春菜。お兄ちゃん、ライモンのサッカー部に入るってどうして。わしが誘ったのだ。監督がゼウスを知るには実際に戦った人間の話を聞くのが一番と思ったな。キドウよ、こいつらにゼウスのことを話してやってくれ。ゼウス中、あいつらの強さは人の出せる力のリミッターを超えている。言うならば、そう、神のレベル。神のレベルだって。そう、そして俺たちが何よりも驚いたのは、はい、何より驚いたのは、多分疲れないってことでしょ。待って、ゼウス、まだ勝負はついていない。無様だな、キド。これ前半終わった時かな。そうすになぜここに。まさかあなたがゼウス中の。お前たちのような弱者に生きる意味はない。消えろ。え、影山がゼウスの監督。なるほど、これで話がつながったな。影山はああ見えてサッカー協会の副会長だ。ゼウスを無理やりトーナメント表に入れるぐらい朝飯前だろう。総帥が関わっている以上、ゼウスの強さにも必ず裏があるはず。その秘密を暴くために俺はゼウスともう一度戦いたい。そしてお前たちライモンサッカー部に入部してやろうと思ってな。ちょうどちょっと驚いただけどさ、でも一緒にサッカーするなら俺は大歓迎だぜ。そうだろ、みんな。みんな、遠藤君。勘違いするな、遠藤守。貴様らと慣れ合うつもりはない。ただゼウスを倒すという目的のために利用し合う、それだけだ。せいぜい俺の足を引っ張らないようにな。なんだと?やめんか、バカ者。お前たちはこれからチームメイトになるのだぞ。喧嘩してどうする。こいつとチームメイトに。お断りだぜ。ちょっといいかしら、お父様の書類の中を早く見てみたいんだけど。ああ、そうだったな。では、夏美くん頼む。はい。手紙が入っていた。夏美へ。これを読んでいるということは、きっと私の身に何か起こった後なのだろう。遠藤君たちにライモンイレブンの活躍は本当に素晴らしいものがある。いつしかこの私も彼らの試合を見ることが楽しみになっていたよ。だがそれと同時に私の中に忘れかけていたある疑問が蘇ってきた。40年前のあの日、なぜ稲妻イレブンは決勝戦に現れなかったのか。奇妙なことに、サッカー協会にその年の決勝戦の記録だけが全く残っていない。そう、まるで誰かがわざと消し去ったかのように。私はあらゆる方向から調査を続け、その結果ある男の名が浮かび上がった。影山レイジ。我々サッカー協会の副会長でもある男だ。さらに調査を進めるうち、私は恐ろしい事実にたどり着いてしまった。遠藤大輔監督。表向きには事故となっていた彼の死が影山の仕業ということが分かったのだ。じいちゃんが殺された。そして、帝国学園の40年間の優勝のその裏には影山が悪事を重ねていたことも分かった。そう、例えば去年の全国大会決勝での豪炎寺君の妹の事故。あれもまた彼を試合に行かせないために影山が仕組んだもの。なんだと。私はついに影山を追い詰めるだけの証拠を揃えた。しかしどうやらそのことを影山に気づかれてしまったようだ。だが、たとえ何が起ころうと影山の不正だけは世間に発表しなくては。この書類と一緒に私が調べ上げたすべての証拠を入れておく。鬼ヶ原刑事たちに頼んで、私の代わりに影山を追い詰めてほしい。それじゃ頼んだぞ、愛する夏美へ、総一郎より。お父様、総一郎、じいちゃんが殺された。な、じいちゃん殺されたってどういうことなんだ。遠藤君、響き、そろそろ彼らにも真実を伝える時が来たのかもしれん。そうだな。
真実。40年前、無敵の稲妻イレブンと呼ばれていた私たちは、フットボールフロンティアの全国大会の決勝まで勝ち上がった。その時の相手は帝国学園。全国大会の決勝の相手が帝国学園。その時の帝国学園はまだ準優勝止まりの普通の学校に過ぎなかった。私たちは試合に向けて心を一つに毎日必死に練習をした。そう、あいつ以外は。あいつ？影山礼二。あいつは私たちライモンサッカー部のメンバーだったんだ。そうやったっけ？え、なんだって？総帥がライモン中のサッカー部員だと？正確には控えの選手。暗くて目立たないやつだった。いや、今思えばわざと目立たないように振る舞っていたのかもしれない。ただたまに見せる冷たい全てを憎むような目がやたら印象的なやつだった。うわぁ、お前たち何やってんだ。おい、大丈夫か？血が出てるじゃないか。痛いよ。影間どういうつもりだ。別に、こいつが俺のドリブル邪魔したから分からせてやっただけです。弱い人間は勝利の邪魔になるだけ、違いますか？バカも、勝つことだけがサッカーの全てではない。それが分からない奴にサッカーをやる資格はない。残念です、遠藤監督。やはりあなたとは分かり合えないようだ。おい、影山、どこ行くんだ、影山。そして影山はライモンを辞めた。これから数日経った決勝当日、私たちはバスに乗り会場へと向かった。だがバスが謎の事故に遭い、私たちは会場へたどり着けず、帝国学園の優勝となったのだ。俺と大輔は協力してバスの事故の原因を調べた。そしてその事故が全て帝国によって仕組まれたものだと分かったのだ。俺たちが帝国と戦った時と同じじゃないか。私たちは監督と共に帝国学園に乗り込んだ。そして私たちが見たものは帝国のナンバー2として君臨する影山の姿だった。影山は帝国学園を優勝させることを条件にナンバー2の座を手に入れた。影山がなぜそこまでして勝つことにこだわるか俺にもわからん。だが影山にとって帝国は自分の思い通りに動かすためにに格好の、場所だったんだろう。その後帝国理事長が亡くなり、影山が理事長になった。監督はかつての教え子だった影山の暴走を放っておけず、その後も必死で調査を続けた。だがその途中で監督が亡くなり、チームの心がバラバラになってしまい、サッカー部敗部、事実上敗部になった。それで稲妻イレブンの記録はどこにも残ってなかったのですね。うん、大輔の死は事故ではないと薄々気づいていた。やはり影山の仕業だったとは。許せない。よくもよくもじいちゃんを。影山が犯人だって理事長の証拠もあるんでしょ。逮捕できないんですか？それが40年前となると時効が成立してしまい、この証拠だけは逮捕できん。今のサッカー協会にどこまで影山の手が伸びているかもわからない。下手に証拠を見せても監督の時みたいに思い消されてしまうかもしれん。だが俺は40年間ずっと影山を追ってきた。時効なんざ相手の罪が許されてたまるか。俺も手伝います。そんな話聞いて黙ってるわけなんかできない。それはダメだ、遠藤君。君が今すべきことは何かね。影山の率いるゼウスと戦うためにも、まず千葉山の無限の壁を越える。それができなければゼウスどころか千葉山にすら勝てないのではないのか。それは坊主、こいつの言う通りだ。 OB の奴らが秘密の倉庫で無限の壁を破るための特訓を用意しているらしい。おー、秘密の倉庫で練習、軌道も来る。千葉山の無限の壁だとくだらん。そんなもの俺一人の力で超えることができる。帝国を一度でも任した相手がこの程度のレベルとは。待てよ、軌道、放っておけ、エンド。あの言い方いないでやんすよね。お前は戦力外な。フリバツ。エンドさんごめんよ。キドは本当にいいやつなんだ。もっとみんなを知れば俺のように。分かってるさ。影山の鉄骨の穴から俺たちを救ってくれたのはキドだ。さあ、今はまず OB たちのところへ行こうぜ。はい、秘密の倉庫へ行こうと。そして、ピロリンピロリンになりまくってたけど、秘密の倉庫に行っちゃいますか。うん、さあ来たぞ。よっ、お製造書きども。監督、このフォーメーションは一体？千葉山の無限の壁とは、つまりゴール手前でディフェンス2人が陣を作り、相手のシュートをがっちりガードするという技だ。そう、それを私たちが今から再現する。私たちのディフェンスを超えられねば無限の壁も怖くないだろう。へえ、そう簡単には超えねられねさせねえけどな。監督たちのディフェンス絶対超えてやろうぜ。行くぜ。
で、なかなか超えれないと。どうやったらあのディフェンスを破るシュート技が打てるんだ。わしも今までたくさんのチームを見てきたが、ディフェンスだけで言えばおそらく千葉山の無限の壁は最強クラスだろう。その壁を超えるためのシュートは、こちらも最強のシュート技を出さねばならないだろう。最強のシュート技。でもそんな秘伝書なんてもうないし。いや、ある。え？遠藤監督が残した最強のシュート技の秘伝書がどこかに存在するはず。え？でもよ、響き、それってただの噂だろ？本当にあるのかよ。わからん。だが昔聞いたことがある。監督がサッカー選手時代にその技を使っていた。ほー。お前のお袋さんからな。あ、え、母ちゃんから。遠藤、本当にそんな技があるのかお袋さんに聞いてみたらどうだ。一度家に戻ってみよう。ほう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 。さあ、家に戻ってきました。あら、守るお帰り。珍しく早いじゃない。おやつ買ってあるからちゃんと手洗いなさいよ。母ちゃん、俺じいちゃんの事件を知っちゃったんだ。そう、それで。俺、じいちゃんを殺した影山が監督をやってるゼウス中に勝ちたい。そしてじいちゃんたちができなかった全国優勝の夢を叶えたいんだ。そのためにもじいちゃんが最強のシュート技、じいちゃんの最強のシュート技が必要なんだよ。お願いだよ、母ちゃん。最強のシュート技について教えてくれ。バカ。そこまで知ってるのにどうしてまだサッカーを続けるの。余計なことに首突っ込んでじいちゃんみたいに死んじゃったらどうすんのよ。でも俺サッカーを諦めるなんてできないよ。俺にとってサッカーを諦めることっていうのは死んじゃってるのと同じなんだ。守る。母さん。ほんと頑固なところがじいちゃんにそっくりだわ。来た。伝説の秘伝書。これを。秘密の鍵？この鍵、雷門中のマークがついてるぞ。じいちゃんが残した鍵よ。きっとあんたの欲しいものがそこにある。おー、秘密の鍵。はあ。守る、まだまだ子供だと思っていたのにな。長川さん、あの子を信じて見守ってあげよう。守る。はあ。鍵をどこで使うのか。学校内の扉の鍵、意外と近くにずっと開いてない扉があるんじゃないか？開いてない扉、いつも行く場所、部室とかかな。はい、まあ一旦今回ここまでで、また、次回続きから行きましょう。お疲れ様でした。